対抗非候補だけど、堅実に行こうと思います。星さん、運命のバラを咲かせた人族のメスと結婚することが古事記に書かれた世界で、年頃の人族の娘は一時期城に招かれて対抗非候補としての玉残しのチャンスを与えられます。そんな中、偶性で利他的で領民のために資材さえ投下するような貧乏領主の家で育った人族の娘も候補として選ばれたが、候補期間中に発生するバイト代目的であり、候補になりたくないとキャットファイトからは早々に退場するように振る舞う。結果キャットファイトに席越していたベビーシッター役の騎士だったり、王太子や平民いびりをされていた宿女仲間にしつつ、意思決定権を持つ貴族たちに気に入られて次期王女としての階段を駆け上がるかに思われるストーリー。この漫画は前半はクズの貴族のメスたちがクズ行為によって信頼スコアが下がる一方、偶性行為で信頼スコアを上げつつ仲間を増やすというシナリオが続きますが、良い感じにクズを出してそいつらが自滅する過程が読者のカタルシスを解放しており、シナリオラインがとてもお上手で面白いです。また最後に、自分は王女になりたくないと思っている主人公ですが、運命の花が開花してしまったことで王女になることが決定してしまいます。本人はあれほど王女になりたくないと言っていたのに、まさかここで王子とくっつくエンドかよ。最後でオンピッピマンが決定だなと思っていたら、まさかの展開に。このおまんじゅうの目をしても見抜けなかったのぜ、といった展開にすげーとなりました。前半のシナリオも面白ければ、最後のどんでん返しもめちゃんこ面白く、絵柄も綺麗で読みやすい、とても面白いおすすめの漫画。